わしは学伝城、イエス殿は小牧山城、不毛な睨み合い、ここらで打開戦や。さすがにこっそりおばた城を制圧せ。あの城から家康殿の本国三河を襲うんじゃ。わしらは三成らのおてんとなる。徳川軍の注意をこちらに引き継ぎ、やってやんねん。山城と信勝殿のこと頼んだぞ。お、受けたまわった。怖いぐらいすんなり進めているのだ。速やかに南方の砦を落とし、綿城に迫るぞ。この砦を制圧すれば綿城は裸同然。手の内は知り尽くしただが、ここで俺が粘れば、よし様は別の策を講じることができる。やってやんぜ。小牧城に家康殿が現れたじゃと。ちゅうことは小牧山城は手薄じゃな。三成が粘っとの間に小牧山城を落とす。その後小牧城に急行するぜ。早いとこ片付けや。ようやく前に進めるわ。急いで小牧山城に攻め込まれ。開門。家康様からの伝令、小牧山城を落とすまで持ちこたえを届くこと。分かった。死しても役目は果たすと伝えてくれ。俺は三成を救いたい。だが他の者まで巻き込んで俺を救いに来るか。お前も意外にバカなのか。なあ、やっぱり処遇を回してしまうだけにはかなわないぞ。激戦は必須。爆弾城を守る秀次様の敗走には注意されたし。
巻山城を狙っている。ここで拙者が終われば殿の戦も楽になる。槍のまたまた俺のことよ。敵将討ち取った。家康がおらぬ今、わしが小牧山城の城主、誰に行くんだ。忠勝とまともにやり合う必要はねえで、信勝をサクッと倒して城を奪うんじゃ。わしは信長の子、信勝。わしに背くとは無こち。敵と大一様、こんな織田家に準じたってのかよ。わしは逃げるぞ。開門。よっしゃ、小牧山城は落としたで。次は小畑城を攻め、三成を救うんじゃ。拙者を退けるとはなかなかの申し訳。あなたたちよく敵を引きつけてくれた。今より楽田城に総攻撃をかける。やってやんぜ。楽田城が落ちれば秀吉殿は態度を失う。ここで討ち取ることもできようぞ。現状三成ら別荘隊の方が楽田城に近い。別荘隊は急ぎ楽田城に戻るんじゃ。本隊はそのまま小畑城に突撃する。家康殿撃破し勝利を引き寄せるんじゃ。徳川四天王が一人、榊原康政剣山、楽田城へは行かせん。喜んでいる暇はない。急ぎ楽田城へ開門。吉殿にはもう一泡吹いていただく。この戦い
二度は深くを取らぬ。さあ参られ。小さき火種とて感化できん。なんと見事な真理通せ。生きながら見事、いつかまた相まみえ。まだだよ。真理通せ。天下無双の男、ここに極まったぜ。槍のマタザタ、俺のことよ。なんとか勝てたわ。やはり家康殿は強い。恐ろしいほどに。